ブリタニカ百科辞典第11版、タイトルページブリタニカ百科辞典第11版、ブリタニカ百科辞典第11版は、1910年から1911年にかけて発行された、ブリタニカ百科辞典の11番目の版で、全29巻からなる20世紀初頭の知識の集大成である。制作には、当時の著名な研究者や、後に有名になる執筆者が多数参加している。 また、この版は現在、米国で著作権の保護期間を経過し、パブリックドメインになっている。ブリタニカ百科事典初版タイトルページ1913年の宣伝チラシ1768年12月6日から1771年にかけて最初の3巻がエジンバラで発行されたブリタニカ百科事典は数々の改定を経て、第11版において大幅に、 再編成され、書き直された。この版は、後の版のもととして、長く使われ、それは1974年に、最新の情報に基づいて大幅に刷新された第15版が、発行されるまでの間続いた。ケネス・クラーク教は、芸術の森の中で、アナザー・アパート・オブ・ザ・ウッドの中で、第11版についてこう述べている。読者は一つの記事から、他の記事へと飛び跳ねる。 単なる事実や日付だけでなく、各執筆者の精神の働きと個性に魅了される。これは、情報を強く印象づけるには、わずかな偏見が必要だというディドラの伝統に沿って、作られた最後の百科事典に違いない。窓辺に座って、ブリタニカ百科事典を読み、縮み上がった魂と T.S. エリオットが書いた時、彼は確かに、第11版のことを考えていたのである。 1911年版はすでに著作権の保護期間が切れ、Wikipedia や次のプロジェクトグーテンベルク百科事典など、現代のプロジェクトにも利用されている。いくつかの記事は、当時の著名な研究者たちによって書かれている。例えば、エドマンド・ホス、J.B. ベリー、アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン、ジョン・ミューア、ピョートル・クロポトキン、トマス・ヘンリー・ハクスリー、ウィリアム・マイケル・ロセッティ、 アルベルト・アインシュタイン、ヘンリー・フォードらが挙げられ、その他にも現代では無名になってしまった多くの研究者が参加している。執筆者の多くは第9版から引き継いでおり、わずかな変更にとどまるもの、大きな記事を読みやすく分割したもの、大きく要約したものも多い。多くの記事は現代の読者や研究者にとっても、なお価値が高く興味深いものである。しかしながら、 著名な執筆者は一つの記事か記事の中の一部分を書いただけである。大部分はジャーナリスト、大英博物館、スタッフ、大学スタッフらによって執筆されている。これらの当時無名だった執筆者の中からは物理学者のアーネスト・ラザ・フォードや哲学者のバートランド・ラッセルなど後に有名になった人もいる。ありがとうございます。